け方次第ではこの美しい皮膚に無数の切り傷を刻みつけ僕で二目と見られぬほどに変形させることもありえますがね。これはまあいわゆる一つのノーハンズ状態、こねあげってとこですかねえ。そんなこと言ってる場合じゃない。君の狙いは僕なんだろう。だったら僕とその人を引き換えだ。石田、てめえ何言ってる。謝るな石田。他に方法はない。罪のない人を巻き込むことはできない。そうだ、黒崎。賢い子好きですよ。さあ、どうぞ。その人を話すのが先だ。ちょっと傷つきますね。そこまで信用されていないと。まあ、いいさ。また抜け出したんですね。いつまでも特別扱いされると思わないでくださいよ。ケーテ、ここをお願い。おめえ。
き、まあ、今日のところはこれくらいにしておいてやろう。だがノーマン、なんちゅう。あの女のレアさ。ダメ、もうわかんないよ。エスター。邪魔するよ。ん？誰もいないの？それじゃあ仕方ないね。ちょっといないとは誰も言ってませんがね。京楽殿ともあろうが、コソドロの真似事ですかね。コソドロとは人聞きが悪い。何の色ですかね。私はこう見えても忙しい目でしてね。じゃあ担当直入に言うけど、資料を見せてくれないかな。資料？何の？バウント。知ってるよね。バウント？いい、それじゃまた随分誇りをかぶった話題だね。これが中央図書館に保存されているはずの資料が行方不明らしいんだ。となると、あとはここのデータに頼るしかないんでね。まあ誇りをかぶった話なら、出しても構わないでしょ。それは私が決めることだ。課題の隊長が余計な口を出すのは越権行為じゃないかね。だからこそここに来たってわけだ。技術開発局局長にして装備ソサエティで最も優秀と噂されるギレンなら、うちのデータを見たければ正式な手続きを踏んでくれたわよ。そんなことしてたら3ヶ月はかかる。確かにどうでもいいデータかもしれんがね。これでも私は正式な手続きにはそれなりの意味と権威を見出しているものでね。で、データは出せないと？いかにも。いつか地獄に落ちる。ん？何か言ったか？別に。あ、最も優秀ってのは力出まかせ。最も良くない噂は聞いてるよ。これ以上は正式な手続きを踏んでもらわないと教えられないね。逆に何だね、あの失礼な態度は。ねえの神、そんなこと許可した覚えはないよ。誰がこんな真似を。ねえ、どういうことだね、これは。神はお前に任せておいたはずだよ。まったく、こんなやつだと思ったより厄介なことになりそうだね。どうも。どこへ行こうというんです？当てでもあるんですか？